皆さんおはようございます。ここは JR 東京駅丸の内南口に来ています。本日の動画は年末年始スペシャルということで、週末パスの旅、東北週末パスの旅をお届けしていきたいと思います。まあ、今回旅行で使うこちらの週末パスに関しては、まあ、何でも知っている G 先生に教えてもらってください。はい、じゃあそれでは早速東京駅の改札口の方に移動していきましょう。まず今回ここの東京駅から乗車する電車は東北新幹線のやまびこ号ですね。こちらの今回指定席を取ったのでそちらに乗車していきます。で、今回乗る東北新幹線なんですけど、なんとね、始発電車ということで6時4分発のやまびこ号、こちらに乗って福島まで今回お届けしていきたいと思います。というわけで東北新幹線改札やってきたので早速入っていきます。
い、福島駅に到着しましたので、ここから奥羽本線の普通電車に乗り換えて米沢を目指していきます。